ゆうちゃまのひとりごと。ドラマ101回目のプロポーズを語ろう。どうもゆうちゃまです。トレンディードラマが流行ってた頃のドラマですね。このドラマの脚本家さんが野島伸司さんなのですが、高校教師や未成年などをやる前の純愛路線でやってた頃のドラマになってるんですよね。だからっていうのもあるんですが、もしかしたらなんかそういう作品に比べるとパンチが足りないと思うかもしれないですが、そんなことないんで安心してくださいね。うん、十分面白いです。武田鉄矢さんが主役っていうのも衝撃でしたよね。みたいな、トレンディードラマの主演みたいな感じで。101回目のプロポーズって99回お見合いに失敗してきたっていう、そういう意味だったんですね。なんかタイトルを聞いた時になんかそういうイメージが湧かなくて、101回もプロポーズしたのかみたいな感じで思ってたので、あ、納得って感じでした。もしも婚約のプロポーズで99回も断られてたらさすがに疲れますよね。今の世の中にも俺も頑張ろうって、私でもいけるんじゃないかっていうメッセージ性もあり、素敵なドラマなんじゃないかと思います。武田鉄矢さん主演でやっぱり良かった。チャゲ&アスカさんの主題歌セイエスもすごくいいですよね。毎回さ、あの曲がかかり始めるのを待ってる自分がいましたね。名曲です。皆さんはこのドラマといえば僕は死にましぇんというシーンが思い浮かぶかもしれないですが、あのトラックがこう来てね、そのバッて自分が前に出て急ブレーキで止まってなんとか助かるみたいな、そういうシーンなんですけど、他にも名シーンたくさんあるんですよ。ぜひね、見てほしい。個人的には武田鉄矢さんの弟役は江口洋介さんだったのがなんか不思議な感じでした。あ、髪型で選ばれたのかなみたいな髪型が似てたからこう起用されたっていうのをネットで見たような気がします。それではゆうちゃまでした。いやー、よかったねこのドラマ。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。